皆さんこんにちは。今日は11月16日です。車系 YouTuber のレジェンドマーサンガレージのマーサンのイベントで知多半島の美浜サーキットにて走行会がある日なんです。9時からの始まりなのですが、現在9時、見事に寝過ごしました。おじさんは走行会には参加しませんので、遅刻しても特に問題はありませんが、できれば開会式から見たかったのです。今更慌てても仕方ないので、某ジャンクフードショップで朝食をとってから行こうと思います。この年になってこういうものを口にするのは良くないとは思っていますが、毒を食らわば皿までということで、メガマフィンのセットドリンクはコーラにしておきます。メガマフィンは初めて食べましたが、かなりのカロリーで朝から満足感があって良いですね。朝食を済ませてガソリンを補給、急いで美浜サーキットに向かいます。美浜サーキットへは市内から名古屋高速、知多半島有料道路に入って美浜インターまで行きます。映像は臨場感を出すために 1.5 倍速で流しますので、 K マン君のエキゾーストとともにスピード感をお楽しみください。インターを降りたら右折、10分ほどでサーキットに着くはずです。インターを出て右折し、道なりに走るとサーキットの看板があります。そこを左折したらサーキットがあります。広い駐車場が完備されていました。走行会はすでに始まっているようです。走行会に出場する車でしょうか、速そうな車が来ています。パドックにマーサンのボクスター S を発見しました。早速下に降りて見に行きましょう。これがマーサンのボクスター S です。実物を見るのは初めてで感動です。パドックには走行会に出場する車がたくさん置いてありました。やはりポルシェオーナーの方々も多いようです。こちらにはマーさんのグッズを販売しているルナちゃんとマーさんの奥さんシーちゃんがいました。他にもマーさんの YouTuber 仲間の方々がお店を出していました。こちらのパドックにも今日走行会に出る車がいっぱいです。遅れて到着しましたが、四輪の走行会に間に合ったようで良かったです。いよいよ四輪の走行会が始まります。まずはサーキット経験者の方々の走行です。経験者の方々の走行はかなり迫力がありましたので楽しみにしててください。この987型の後期のKマンは相当速かったですよ。グリーンのスパイダーもパワーがある走りを見せてくれました。現在体験走行、2輪の体験走行のチェッカーが振られております。4輪経験者の方、準備できた方からコース利用中並んでください。1周目はタイヤを温めるための走行のようで、それほどスピードが出ていませんが、周回を重ねるごとにだんだんスピードが上がっていきます。
それではサーキット経験者の方々の迫力ある走りを見てください。体験走行枠走行された方、またさっきと同じ場所に一度お集まりお願いします。体験走行枠先頭を誘導していたマーさんがパドックに戻りました。マーさんはこの後に走行する初心者の走行も先頭で誘導します。なんだかサーキットで見るマーさんはかっこいいですね。サーキット初心者の方々の走行が始まります。初心者といってもそもそも車好きの人たちなので、サーキット経験者の方々ほどではありませんが、そこそこの走りをされていました。レストランのテラスからはコース全体を見渡すこともできるので、ここから見るのも楽しいですよ。いかがでしたでしょうか。マーさんガレージの走行会、平日の昼間にもかかわらずたくさんの方々が集まってきていました。おじさんもいつか走行会に出場したいと思っていますので、その時は応援してください。観戦だけでも楽しい時間が過ごせました。次回の開催もまた来たいと思いました。それでは今日はこの辺でまたね。